皆さんは、ユーゴスラビアという国を覚えているだろうか。クロアチアやセルビア、モンテネグロなど6つの国がある場所は今から約20年ほど前、ユーゴスラビアという一つの国だった。この辺りは文化が違う民族の集まり、前方を統一していた大統領の、をきっかけに、内戦が勃発し、10年以上にわたる争いは、多くの犠牲を出し、戦後最悪と呼ばれるようになった。今回スレを立てた一致も、その紛争に巻き込まれた一人。5スレにわたる貴重な体験談をぐっと濃縮した。戦争を体験したことがない人たちへ伝えたい。戦争の体験談を語るわ。少し長くなるから、先に何が起きたから軽く書いておくね。今から20年近く前の話だから、多少忘れてたり、間違ってたりするかもしれない。そこは許してほしい。今から話す内容に出てくる子がどうなったか、先に書いておく。ソニアは、された。サニャは爆発に巻き込まれて、ジェッタ。メルビナは乱暴されて連れ去られた。メフメット、カマル、ミルコはわからない。カミーユも、いてしまった。ドラガンって子は、裏切ったと思っていたけど、実際は違った。それじゃ、書いてくね。わからないことあったら聞いてください。衝撃的な結末から始まったが、亡くなった子供たちは一致とどんな関係だったのか。幼少の頃に母に捨てられたと語る一致。ユーゴスラビアに単身赴任していた父親と暮らすことになり、ユーゴスラビアのボスニア、ヘルツェゴビナに旅立つ。そこには日本人学校などはなく、言葉も通じない状況下で友達もできず、苦痛の毎日を送る。だが、ある日カミーユという少年が一致をサッカーに誘ったのだった。お互いに言葉は通じなかったけれど、子供同士、みんなで一緒に遊ぶサッカーは最高に面白かった。子供の頃はさ、身長や体格といった差は人種が違えどさほど変わらないもので、意外とサッカー中にはボールを触ったり、奪ったりできた。これも、カミーユがパスをくれたおかげだとは思うけどね。次の日学校へ行ったらさ、小さい町だからやっぱり同じ学校だったわけよ。放課後に校庭でカミーユたちがサッカーしているのを見つけて、そこにかけて行ったね。カミーユも俺を見るなりかけてきてさ、サッカーやろうって誘ってくれたんだ。昨日いたメンバーの他にも、クラスの子とかがいたりして、身振り手振りのコミュニケーションしかできなかったけれど、仲良くなるきっかけになったよ。登校を始めた当初、一致はしきりに時間がないと焦っていた。何やら使命を持っているらしい一致。日本からいなくなる？約束を果たす？一致は何をしようとしているのか、スレミンたちの心を曇らせながら、一致は続きを綴る。その日以降から、言葉はほとんど通じなくても、一緒に鬼ごっこしたりサッカーしたりして遊んでさ、クラスでも徐々に一緒に過ごす友達が増えてきて、学校がとても楽しかった。特にカミーユとかドラガンはクラスが違うっていうのに、休み時間になると俺のクラスまで来てくれてさ、一緒にくだらない遊びしてたな。とは言ってもさ、学校のない日はやっぱ暇な時が多い。毎回カミーユたちと遊べるわけじゃないしね。それでいろんなところを一人探検したりしてた。高原っていうか平原が無限に広がってる感じで、なかなか面白かったよ。そんなある日、カミーユたちはモスクだとか教会がどうのこうので遊べないから、いつものように一人で探検してたんだ。そしたらさ、少し丘を登って過ぎたあたりに、家があったんだよね。結構ボロっちい。最初廃墟かと思って、潜入を試みたわけなんだけど、庭に入ったところで同い年ぐらいの女の子とばったり鉢合わせちゃったんだ。二人同時にビクってなったね。やばい。人が住んでたってわかった俺は、そのまま逃げればいいものをさ、慌てちゃってなぜか自己紹介しちゃったんだ。日本語でだけどね。そしたら、俺が大体何言ったのか理解したっぽくて、名前を教えてくれてさ、豆？みたいなお菓子をくれた。あ、仮にこの女の子をソニアってしとくわ。町の中心からソニアの家までは子供の足で大体1時間か2時間ぐらいなんだけど、ソニアは同じ学校じゃないんだよね。同じ学年なのになんでだろうって思ったけど、当時はまだ何も知らなかったから、ふーんってくらいにしか思わなかった。それから夕方ぐらいまで近くの丘で花摘んだりしながら遊んでたんだけど、気づいたら暗くなってきてたんだ。このまま歩いて帰っても、また1、2時間かかっちゃう。どうしようって思ってたら、ちょうどソニアパパが帰宅してさ、ソニアと何か話した後に俺をソニアと一緒に車で町まで送ってくれたんだ。その日は父さんの夕飯食ってる最中に、ソニアの話ばっかりしてたな。思い返せば、この時すでに俺はソニアに一目惚れしてたんだと思う。徐々に友達ができていった一致。ある日、ソニアの家に、みんなで行ってみようということになり、夏休みに入った頃、8人でソニアの家に遊びに行った。一致以外の7人は、カミーユ、ミルコ、メフメット、カマル、ドラガン、サニャ、メルビナだ。ソニアの家の前でさ、みんなで、ソニャー、ハンデダゼニカフーバルサマナー、って呼んだんだ。
少ししたらバタバタしながらソニアが出てきてさ、俺たち見た瞬間目が点になったように固まってた。俺はさ、学校の友達連れてきたから、みんなで遊ぼうって言ったんだ。そしたらソニアは少し怯えながら、こんなに大勢で遊んだことないから怖いって言うんだよ。この年の夏は、俺がこの国に滞在した期間の中で最良の夏だった。毎日何も心配せずに遊び、疲れたら寝て、そして朝起きて遊ぶを延々と繰り返していたよ。ただ、金曜と日曜はほとんどの子たちがモスクやら教会に行くため暇なんだ。だから、その日は大体ソニアの家で過ごしてたな。当時は宗教というものをよく理解していなかったし、何かのイベント程度に思っていた。初めてみんなで遊んでから少し経った金曜日、この日も毎週と同じく非常に暇を持て余していた。じゃあ、またソニアの家に遊びに行こう、と考えた俺は、水筒を担いで向かったんだ。家に行っていつものように遊んでいると、お昼ぐらいになった。ソニアパパとママは礼拝があるからと言って、お昼を準備した後、ソニアと俺を残してモスクへ出かけていった。この日は普段と違って特別な昼食だったよ。いつもはご飯の後にデザートなんて出ないんだけど、この日はバクラバが出たんだ。最初は、ただのデザートだと思っていたんだ。だけど、ソニアがニコニコしながら、特別なんだよって教えてくれた。バクラバは、パイのような生地に、ピスタチオなどのナッツを入れて焼き上げ、甘いシロップをかけた一口サイズのスイーツだ。断食明けや、家族や友人と過ごす時などに欠かせないメニューである。このバクラバは今でこそ日本にもあるらしいけれど、現地では特別な日に食べられることが多いデザートなんだ。なぜ、この日が特別なのかは最初俺にはわからなかった。だから、なんで?と質問したんだ。すると、ソニアは少しもじもじと照れながら、勇気が私の友達になってくれた。いっぱいのお友達を連れてきてくれた。そのお礼の日だから。確かこんなことを言われたんだ。当時の俺は気づかなかったんだけど、前にも書いた通り、ソニアは俺たちと同じ年齢にもかかわらず学校へは行っていなかったんだ。学校自体に通っていなかったのか、それとも不登校だったのかは未だにわからないけれどね。バクラバを食べながら美味しいねってソニアに言うと、ソニアは照れくさそうにしながら、私も作るの手伝ったんだよ。と言ったんだ。イッチは、ソニアに一目惚れしていた。夕食もごちそうになり、優しいソニアの両親と談笑を楽しみ、ソニアの家に一晩泊まらせてもらったイッチ。たまたまソニアがヒジャブを取った姿を見てしまったそうだが、それは、26年経った今でも、その時のソニアより美しい人を見たことがないという。ソニアとイッチはこっそりと手をつないで寝て、可愛らしくも甘酸っぱい夜を過ごした。と、先ほどイッチが時間がないと言ったせいで、気になったスレミンが事情を聞く。すると、まさかの命の猶予がないという回答。さらなる質問に、胸の内を綴る。すぐ言ってるわけじゃない。15年だよ。15年も耐えてきたよ。毎晩のようにソニアとカメルビナとかサニャガ、の夢を見て、それでも生きなきゃって思って生きてきたよ。ドラガンを憎んでさ。それだけが俺の支えだったよ。だけど、その支えもなくなって、もう耐えられないんだよ。もうこんなに頑張ってきたのだから、ゆっくり休みたいんだ。言葉が出ないような悲痛な訴えだ。しかし、大切な友人だったドラガンを憎むとは一体どういうことだろうか。8月になると、9人で一緒に遊ぶことが多くなった。ソニアの家が遠いから、ほとんどソニアの家かその付近で遊んでいたけれどね。ソニアの家から少し歩いたところにある山に、秘密基地のような場所を作って遊んでいたよ。神湯が持ってきた立派な双眼鏡みたいなのを使って、街を見たり、遠くを眺めたりしてよく遊んだな。この双眼鏡のせいで、後であんなことになるとは思いもしなかったよ。確かドラガンだったと思う。ドラガンが敵の攻撃に備えると言って、草を結んで罠を作ったりしていたんだ。そしたらサニャがそれに引っかかってしまって転んでさ。そこに神湯がすっ飛んできて、サニャが怪我したらどうするんだってすごい怒っていたよ。それでサニャを慰めていたんだけど、それを見た俺以外の男子はみんなで、神湯はサニャが好きです。皆さん、神湯は、ってからかったりしてたな。喧嘩をしたり、恋をしたり、お姉さん気質のメルビナにたしなめられたり、移住初期の頃には考えられないほど、イッチたちの絆は深まっていく。そして夏休みはあっという間に過ぎていったのだが、イッチにとってソニアは特別な存在。休みが終わってなかなか会えなくなっても、土日には足しげく家へ通って遊んでいたようだ。そうして暑い季節が終わり、冬を越え、気づけばイッチがボスニアに来てから1年が経つ頃。隣国のフルバツカで戦争が始まる。隣の国とはいえ、自分たちには関係ないことだと思っていた子供たちだが、ここから運命が大きく変わり始めるのだった。
街だけでなく、学校のクラスにおいても、スルツキ、フルバツキ、そしてボシュニャチの間で気まずい状況になり、ついにはクラスの席が民族ごとに分かれるような状態になってきた。言うまでもなく、今までのように放課後一緒に遊ぶことはできなくなったんだ。ただ、それでもまだ大きな紛争にはなっていなかった。まだフルバツカだけの話で済んでいたんだ。だから、民族間の陰での対立が始まる兆候が見えてからも、俺たちは大人に隠れてこっそりと秘密基地に集まっては、9人で遊んでいた。自分たちには関係ない話だったんだ。俺たちにとって大切なのは、民族や宗教じゃなくて、目の前にいる友達だった。だから、何があっても俺たちは仲間だ。一緒に助け合っていこう。ずっと一緒だ。そういった約束を交わしたんだ。ごめん。言い忘れてたけど、俺は日本人で、ソニア、サニャ、メルビナ、カミーユ、メフメット、カマルはボシュニャチでムスリム。ミルコはフルバツキでローマ、カトリック。ドラガンはスルツキでスルクスか、プラボスラニナ。あ、スルクスか、プラボスラニナっていうのは、セルビア正教ね。一緒に遊んでいた友達を、人種や宗教で分けるとこうなる。ユーゴの紛争では、複数の民族が混在していたため、対立が複雑化していたのだ。ボスニア、ヘルツェゴビナでは、クロアチア人、セルビア人、およびボシュニャク人、ムスリム、が共存していた。この他民族国家においてクロアチア人とボシュニャク人は、国の独立とユーゴスラビア連邦からの脱退を求めたが、セルビア人はこれに反対し、連邦内での統一を望んでいる。その結果、1990年代初頭にボスニア内戦が発生。昨日まで一緒に暮らしていた人たちが、民族浄化と呼ばれる非道な行為に手を染めたのだ。俺たちは友達であり、お互いに信頼し合う仲間だったけれど、同じ言葉を話しているとはいえ、違う民族、そして違う宗教を信ずる集まりだったんだ。ドラガンだけがセルビア人なのか。実際、俺たちの地域は5割くらいがボシュニャチで、4割がスルツキ、1割がフルバツキ、みたいな感じだったと思うんだ。だから、俺の地域では少なくともスルツキは少数派ではなかったよ。卑劣な、陸などの民族浄化を主謀的に行っていたのが、ボスニアのセルビア人勢力だとされ、戦争犯罪として後に告発されている。しかし、実際はどの民族においても同様な行為が行われていたことが、後からわかる。このことを踏まえて、話の続きに戻ろう。夏休みに入っても、去年のように一緒に表立って遊ぶということはできなくなっていた。少しずつではあるけれど、着実にこの国でも民族間の対立、宗教の対立、そして過去の負の因縁の対立が次第に高まってきていた。大人たちは違う民族間で極力話さないようになっていたし、話してはいけない雰囲気になっていたんだ。イッチは、父親に日本へ帰るかと提案されるも、自分の居場所はここしかない。友達を置いて一人だけ帰るなんてできないと、ボスニアに残ることを決める。そうして月日が経つにつれて、戦況は悪化。一部の紛争は、連邦軍を相手にする大規模な戦争へと化していくのだった。そして10月に入ると、ボシュニャチが大半を占めるこの国では、連邦から脱退しようという声が広がって、ついに政府が主権宣言みたいのをしたんだ。つまり、連邦内の国家じゃなくて、一つの独立した主権を有する国家となるという宣言なんだ。町や学校、おそらく国内全域で、フルバツキ、クロアチア人、ボシュニャチ、ボスニア人と、スルツキ、セルビア人の間で緊迫した状況になっていたんだと思う。親には外で遊ぶのはやめなさいと言われるようになっていたし、一緒に遊んでいた8人も親から同様のことを言われていた。宗教や民族がバラバラな一致たちにも、もちろん影響が現れ、特に学校では、喧嘩に発展することもあった。仲の良かった子同士でも、一緒に遊びにくくなってしまうのだった。年が明けて1992年になっても、状況は好転せず、ますます混迷を極めてきていた。民族ごとに武装の準備を始めたり、時には街中で銃を持って歩く市民も出始めていたんだ。初めて目にする銃は、とても怖かった。でも非現実的な光景に見えて仕方がなかったんだ。まさか、そんなのを使うわけないでしょってね。独立への国民投票が始まり、スルツキは怒りをあらわにして投票を吐き、連邦からの独立に賛成と反対する者に分かれていき、次第に衝突が避けられる状況ではなくなった。そのため、平和な地を求めて、ユーゴを離れる人々も現れる。当時、内戦を恐れてユーゴスラビアを離れた避難民たちは、200万から300万人ほど、多くの人たちが家や職を捨てて、各国へ散り散りになっていったのだ。その意味が理解できなくても、周りの大人たちが深刻そうに、そして民族ごとに緊迫した空気を出していることから、俺たち子供も、かなり不安になってきていた。
俺たち子供は、昔この地域で起きた民族同士の争いや悲惨な歴史をほとんど知らなかったんだ。特に、親からそういったことを聞かされる機会があるはずもない日本人の俺には、こうした状況を理解できるはずもなかった。だけど、俺以外の8人は、ある程度理解しているみたいだった。ドラガンが、何か起きたら、一旦みんなで秘密基地に集まろう。俺たちはずっと仲間だ。みたいなことを言っていた。みんなもそうしようって相槌を打って、約束したんだ。約束したんだよ。父さんは、この緊迫した状況を考えて、俺だけでも日本に帰国させようとしていた。今思えば、あれは俺を一人残して航空券を買いに行ったんだと思う。一人だったのは、サラエボが危険だったからなんだろうな。明日になったら、帰ってくるから、いい子にしていなさい、と言ってた。翌日の4月5日だったな。俺は父さんが帰ってくるまで遊んでいようと思って、秘密基地でいつものように遊んでたんだ。ただ、この日に限ってドラガンだけは来なかった。用事があると帰って、夕方近くになった頃だった。街の方から大きな音がしたんだ。みんなびっくりして、急いで丘を駆け上がったんだよ。そしたら、街から黒い煙が上がっていて、時々小さな乾いた甲高い音が聞こえてきてた。俺は何の音かわからなかったんだけど、ミルコが、銃の音だ、って叫んだんだよ。血の気が引いたのを覚えてる。ソニアやサニャたちはおろおろして泣き出しちゃってさ。ミルコやメフメット、カマルは家に帰らなきゃって叫んで、街に向かって走っていった。止めればいいものを、状況が理解できていなかった俺はぼーっと立ち尽くしていたと思う。多分、30分くらいそこでぼーっとしていたかな。もっと長くそこで立ち尽くしていたかもしれない。大きな音を出しながら、何台かの車がソニアの家の方向に向かってきてた。あれってなんだろうって思っていたんだけど、神優が、スルツキの奴らだ。ってつぶやいたんだ。ソニアは家に帰ろうとしたんだけど、神優や俺で必死に止めた。それで、様子を見ようってことで、神優がいつも持ってきていた双眼鏡でソニアの家を覗いてたんだ。最初は、スルツキの兵士が家の中に入ってる、外にも何人かいる、って感じで説明してたんだけど、途中で、って言った後、神優は何も言わなくなっちゃったんだ。メルビナと一緒に、どうしたの？って何度聞いてたんだけど、何も言わなくてさ、おかしいな？って思って、少し身を乗り出してみたんだ。そしたら、さっきの車2台が俺たちの方向に向かってきてるんだよ。なんで？なんでわかっちゃったの？って口々に言ってたんだけどさ、神優が涙目になりながら、わからないけど目が合っちゃったって言うんだ。今考えれば、その理由はすぐわかるよ。でも当時はそんなのわからなかったんだ。ただ、神優は俺のせいだ、俺のせいだ、って泣いてた。このままだと、もしかしたら俺たちは捕まってしまうかもって思ったんだ。考えてみれば、敵かどうかもわからない。それなのに、俺たちはもうそのスルツキたちを敵だと思ってた。多分、あれは直感というか本能的なものだったと思う。だって、味方は銃を持ってこないでしょ。双眼鏡の反射か。狙撃手の基本だがガキじゃ仕方がない。少しずつ車が近づいてくる音がして、この場所にいるのはまずいと思ったんだ。俺は4人に急いでこの場所を離れて隠れようって言った。俺は泣いているソニアの手を引っ張って、神優とメルビナはサニアの手を引っ張って、急いで走った。だけどさ、結局俺たちは8歳そこそこの小学3年生ぐらいの子供だった。たとえ俺たちが必死に走ったところで、逃げ切れるわけがなかったんだ。200メートルくらい離れた小さな木の下に隠れたけれど、ゆっくりと車が近づいてくるのが分かった。見つかるのも時間の問題だったんだ。そしたらさ、少し離れたところに隠れていた神優が俺を後ろに引っ張って、小声で囁いたんだ。他の女の子には聞こえないようにしながらね。このままだと見つかってしまう。俺がスルツキを引きつけるから、その間にみんなを連れて逃げてくれ。危ないよ、ここでみんなで静かに隠れてよう。俺は慌ててそう言い返したんだ。だけど、神優は、それだと見つかるって。みんな、されるって言うんだ。引きつけた終わったら、後を追いかけるから大丈夫。俺は分かったって答えた。妄想するしかないように思えたんだ。そしたら神優はニコって笑ってさ、よかったって言うんだ。そしてさ、サニャのこと、俺が戻るまで守ってあげてね。って、そう言い終わると、俺の返事を聞かずに神優は俺たちが隠れている方向とは反対側に身を低くしながら走っていったんだ。俺は3人に、神優が引きつけるから、その間に逃げるって伝えたんだ。ソニアやサニャはダメダメって言うんだけど、メルビナは、そうってつぶやいただけだった。スルツキの民兵が俺たちまで20、30メートルぐらいまで近づいた時だったと思う。向かい側の離れたところから、神優の声が聞こえたんだ。確かスルツキを馬鹿にするような言葉を発していたと思う。それに気づいたスルツキの兵士たちが大声を出しながらそっちに走っていってさ。俺たちはそれを見て少し経ってから急いでその場から逃げたんだ。
メルディナがサニャを、俺がソニアの手を引きながらがむしゃらに走った。そしたら、後ろの方から乾いた音が何回か聞こえたんだ。パタン、パタンだったかな。それと同時に、さっきまで叫んでいたカミーユの声が聞こえなくなった。俺は、まさかと思って、立ち止まりそうになったんだ。引き返さなきゃって。そしたら、メルディナが止まっちゃダメって言ったんだ。引き返したら、カミーユの行動が無駄になるってね。息が続く限り走ったと思う。それでも、移動した距離は1キロにも満たなかっただろうけれど。肩で息をしながら、もう大丈夫だねって言い合った。そこからは歩いて山の下まで行ってさ、夜になるまでカミーユを待ったんだ。だけど、結局カミーユは来なかった。うすうすみんな気づいていたよ。あの音がした時に、カミーユは、されちゃったんだって。でも、信じられなかった。もしかしたらって思ってさ、口にすることができなかったんだ。気づいたら、みんな涙流しててさ、人が、塗ってことはまだそんなに深く理解できる年ではなかったけど、それでも涙がいっぱい出てきたんだ。カミーユがさ、サニャのことが好きだってのは気づいてた。それに、サニャもカミーユが好きっていうのは知ってたんだよ、俺は。だけど、怖くて止められなかった。カミーユが引きつけてくれれば、助かるかもしれないって思って、泣きながら、サニャにごめん、ごめんって何度も謝った。俺が、したようなもんじゃないか。そしたら、サニャはさ、自分だって悲しいはずなのに、無理して笑顔作って、勇気は悪くないよって言うんだ。太陽が沈んで、辺りが暗くなった頃、夜の山に子供だけだと危ないからと言って、山から出て道を当てもなく歩いた。なんでこんなことになってしまったんだろうとか考えながらさ、たくさんの星が綺麗に輝いてるのにさ、下は地獄だって思ったよ。1、2時間くらいかな。それくらい歩いてたと思う。いきなり草むらから音がして、何人かの大人が出てきたんだ。またする月かと思って、びっくりして逃げようとしたんだ。だけど、ソニアたちのヒゼブを見たからか、俺たちがボシュニャチだと分かったみたいでさ、ボシュニャチの大人がこっちに来なさいって言ってくれたんだ。あ、俺は日本人だけどね。その人たちは、街で起きたことを教えてくれてさ、これからホーチャへ向かって、それからゴラジュデに向かうから一緒に来なさいって言ってくれた。車に乗り、道中イッチの頭の中は後悔と無念でいっぱいだった。自分の無力さに打ちひしがれていた。それでも、サニャはイッチを優しく励ましてくれるので、イッチは前を向くしかなかった。車で舗装された道の近くまで来たところで、大人たちがここから先は歩いて向かうって言ったんだ。俺たちは、なんで歩いていくの？まだ遠いよって言ったんだけどさ、ホーチャへ向かう道はここしかなかったんだ。サラエボでは、スルツキの警察や軍が都市を包囲しており、イッチたちは追ってから見つからないように山道の中の木々の隙間を歩いていく。まだ幼いイッチたちは、父親はどうしているか、今後どうなるのか、いろんな不安や心配が、頭の中で渦巻いていた。夜の間、寝ずに進んでいるため、体力的にももう限界に達していたのだった。空が赤くなり、少しずつ夜が明けてきた頃だったと思う。ホチャ途中にあるミジュビナという町のすぐ近くまで来ていたんだ。内心、やっと休めると安心したよ。だけど、周りがどんどん明けてくるにつれて、その考えが甘かったことに気づかされたんだ。小さな町なのだけれど、そこからは黒い煙が立ち上っていた。誰も口には出さなかったけれど、仮のビクと同じ状況になったというのは明白だった。イッチたち一行の中には幼い子供や赤ちゃんもいる。飲み水や食べ物、そして休息が必要だった。絶望的な状況だったが、スルツキとボシュニャチのハーフの男性が食料を調達しに行ったり、好戦的ではないスルツキの人の力も借りられたりと、なんとかホーチャにたどり着くのだった。この日は、カリノビクから逃げてきてからだいたい2日ほど経った日で、92年の4月7日だった。もし、ホーチャでもカリノビクと同じことが起きていたらどうしようと思っていたけれど、実際にはまだ何も起きていなくてさ。とりあえず、みんな安堵して、親戚や知人がいる人たちはその家に向かい、行き場のない人たちはモスクへ向かったんだ。以前ソニアやソニアパパと来た時は、街もかなり活気があって、人々が溢れていたのだけれど、この時は人が少なくて、多分外に出ていなかったんだと思う。それがとても印象的だった。俺たちが向かったモスクはさ、前にソニアたちと一緒に来たモスクだったんだ。あの時は、まさかこんな形で再び来ることになるとは思わなかったけれど、安心した気がする。これからどうしたらいいのかとか、父さんは無事なのかとか、いろいろと聞きたいことや不安は山積していたのだけれど、緊張や疲労から体力的に限界が来ていた俺やソニアたちは、着いてからすぐに寝てしまったんだ。たったの数日、2日ほどの出来事だったのに、ゆっくりと安心して建物の中で寝られるのが、とても久しぶりに感じた。目が覚めた時には、もう辺りは暗くなっていて、夜になっていたんだ。かなり長時間、寝入ってしまっていたんだ。
起きたらなんだかトイレに行きたくなってさ、俺は大人の人を呼んで一緒に行ってもらおうと思ったんだ。早朝まで暗い山や森の中を歩いてきたというのに、トイレに一人で行くのが怖かったんだ。変だよね。でも、周りを見渡してもモスクの中には大人が誰もいなかった。あれ？おかしいな。もしかして夢なのかな？とか、まだ寝起きで頭がぼーっとしていた俺は思っていたんだ。だけど、少ししてさ、外が騒がしいのに気づいた。どうしたんだろうと不思議に思って、モスクの外に出て周りを見渡したんだ。そしたら、街中から人の悲鳴とかが聞こえてきてさ、時々、つい先日耳にしたのと同じような乾いた銃声の音が聞こえたんだ。嘘だと思った。やっと安心できると思ったのに、たった一日、いや一日も経たずにこんなことってあんまりだと思って、自分の目を疑った。やっと安心して眠ることができたというのに、たった数時間のうちに、そこはすでに戦場になっていた。それでも、カミーユとの約束を忘れなかったイッチは、ソニアやサニャ、メルビナを起こして逃げようと試みる。だけど、遅かったんだよ。余っていた食べ物とかを集めていたら、もうモスクのすぐ近くにスルプスカの警察が来てしまったらしく、大人たちが騒ぎ出したんだ。大人たちがスルツキだ警察だって叫んで、早く逃げなきゃって思ったんだ。ソニアは警察だから大丈夫だよって笑っていたけれど、その警察がポシュニャチやフルバツキの市民を連行したり暴行したり、したりしてるんだよ。もうこの街に正義の味方、少なくともポシュニャチを助けてくれる味方はいなかったんだ。そんな感じでもたもたしているうちに、モスクの周りのはさらに騒がしくなっていた。外にいた大人たちは、慌てながらモスクの中へ逃げ込んできたり、他の場所に逃げようとしたみたいだった。だけど、他の場所へ逃げようとした人に向けて、警察は銃を発砲したらしく、乾いた銃声が周りから聞こえて、外の悲鳴とかは少しずつ聞こえなくなった。その状況を見ているうちに、もうモスクは警察に囲まれていたんだ。モスクから逃げようにも、幼い俺たちが走って警察から逃げ切れるはずもない。最悪、カミーユのように俺がおとりになって、サニャやメルビナ、ソニアの3人だけでも逃がそうと思った。もう9人の中で、男は俺しかいない。俺しか3人を守れる人間はいないって思ったんだ。でも、現実はそんな英雄的な行動をいそれと取れるものじゃなかった。少し間を空けて、警察たちが銃を手にしながらモスクの中に入ってきたんだ。多くの人は、隅っこに下がったり、布をかぶったり、伏せたりした。だけど、そんなことをしても意味なんてないんだよね。彼らは俺たちの様子を見に来たわけじゃないのだからさ。警察官たちは、大人の男だけじゃなく、隅っこで震えている子供や女性、お年寄りの顔を一人一人確認していった。俺たちのところにも近づいてきて、俺はさっきまであんなにおとりになろうと考えていたのに、怖くて足も動かないし、声も出ないんだ。本当に動かないんだ。動かそうと思っても、心が折れてしまっていたんだ。警察の人の顔は、暗くてよく見えなかったけれど、その時はとても怖い顔をしていたように見えた。一通り、性別や年齢とかを確認し終えると、警察官は大人の男性や女性を無理やり引っ張って連れて行ってしまったんだ。当然、男の人は暴れたけれど、外に引きずり出された後に銃声が聞こえて、その人の声はもう聞こえなくなっていた。変な話だけど、この時ぐらいからだと思う。人が、されても、あまり感情とかが湧き上がらなくなってきていたんだ。ああ、またかといった感覚に似ているけれどさ。警察が去った後は、みんなぼーっとしながら、夜が明けるまで座っていたと思う。赤ちゃんとかは泣いたりしていたけど、それを怪す母親はとても憔悴しきった顔をしていた。もしかしたら夫があの時連れて行かれたのかもしれない。だけど、そんなことを聞けるような状況でもないし、正直に言えば、もうソニアたち3人以外のことを考える余裕なんて俺にはなかった。それから数日経ったけれど、時々街中で銃声や悲鳴が聞こえるぐらいで、初日ほど騒々しい状況になることはなかった。スルプスカやスルツキに忠誠を誓う印として、生き残ったボシュニャチの人々は家の前や屋根に白い布とかを掲げて、自分もスルツキの一員だといったような合図をしていた。後で調べて、これが警察とかから指示されたものだと知ったよ。この白い布や旗っていうのはさ、今考えてみれば、自分がボシュニャチですと公言しているようなものなんだよね。この家や建物にはボシュニャチがいるぞ。って。かといって、白い布を掲げなければ、されたり暴、されたりするんだ。掲げても暴行や嫌がらせを受けて、時には見せしめとして、害され性的、拷され、掲げなくても、害、性的、拷をされる。自分が標的にならないように祈ることしかできなかった。戦争では敵側に対する、非人道的な行為がつきものと言っても過言ではない。最近のロシアとウクライナの戦争や、シリアの内戦でも、これらの事例があったと生き残った人たちからの告発が相次いでいる。いつの時代にも紛争はどこかしらで起きており、同じことが繰り返されているのだ。
何もする気力が起きないし、することがない。何日もぼーっとしてたんだ。そしたら、モスクにもともといた年配の人がさ、君はムスリムなのか?って聞いてきたんだ。だから、違うって答えた。そしたら、なんで我々と一緒に行動するんだって言うんだ。なんでってそんなの俺が知りたかったよ。だけど、友達と離れたくないから、友達を守らなきゃいけないからって答えたんだ。そしたらさ、君は異教徒で異民族かもしれない。だからこそ、生きて目にしたものを伝えなさいって言って、わらばんしみたいなノートを数冊くれて、鉛筆も何本かくれたんだ。今こうして書いている内容の元は、この時にもらったノートに書いてある日記というか、起きたことを書いた文なんだ。もともとさ、仮のビクにいた頃から絵日記みたいのはつけていたんだけど、あの時は急だったから持っていなかったし、取りに行ける状況じゃなかった。だから、この仮のビクから逃げる時期や放射での出来事、これから先の出来事は多少細かく書けるんだけど、その前の出来事は、時々思い出みたいのが書いてあるぐらいだから、今じゃどんどんその時の記憶が思い出せなくなってきているんだ。それがとても怖い。日にちは経って、4月22日になった。この日も、ここ数日のように過ぎていくと思っていたんだ。だけど、違った。スルプスか軍か、民兵か、警察かはわからないけれど、フォーチャにある歴史あるモスクが次々に破壊され、爆破されたんだ。もう俺たちが気づいた時には、街中から轟音が聞こえてきていた。また始まったと思ったけれど、この日はいつもと違ったんだ。この日の標的は、俺たちとは関係ないボシュニャチの人ではなく、俺たち自身だったんだ。急いで荷物をまとめて、モスクから逃げようとした。大半の人は逃げていたけれど、サニャが忘れ物をしたと言って、モスクに走って戻ったんだ。俺はダメだよ。危ないよって何度も叫びながら止めようとしたんだ。でも、サニャはカミーユの荷物があるから取りに行くって言って、止まってくれないんだよ。に追いつこうとしたけど、この時のサニャの足は速くて追いつけなくてさ、モスクのすぐ隣に生えている木のところでやっとサニャの手を掴んだんだ。そして、危ないから俺が取りに行くって言った瞬間だったと思う。耳が潰れるかと思うくらいの轟音と一緒に、目の前が真っ暗になって、気づいたら十数メートル吹き飛ばされてたんだ。一瞬、何が起きたのかわからなくてさ、耳もキーンとして聞こえないし、目もよく見えなかった。体中にも激痛が走ってた。だけど、感覚はあるし、どうやら自分が無事だってことはなんとかわかったんだ。それでハッとしてさ、そういえばサニャはどこだって。でも、自分の手はサニャの手を握ってるんだよ。だから、無事でよかったって思ったんだ。だけど、違ったんだよ。耳とか目の視力が回復してきて、よく見たら、サニャの手しかないんだよ。俺はちょうど木の陰に隠れて、打撲で済んだけれど、サニャは木の陰に隠れてなかったんだ。俺よくわからなくなっちゃってさ、サニャどこに隠れたんだろってサニャのことに探したんだよ。でも、周りにサニャいなくてさ、あ、モスクの中に隠れたかもって思ってさ、崩れ落ちたモスクに行こうとしたんだ。モスクの中に運よく隠れたんだって思ってさ、そしたら、メルビナが俺のところに駆けてきてさ、危ないから早く離れるの、って言うんだ。でも、まだサニャがモスクにいるから、いるから、って俺何度も言ったんだ。サニャに手を返さないと、くっつかなくなっちゃうから早くしないとって、よくわからないけど、俺泣きながらサニャ早く出てこないと、手返さないよって叫んだんだ。そしたら、メルビナにビンタされてさ、かなり痛かった。サニャはもうダメなの、勇気まで、じゃったら私たちどうしたらいいの?みたいなことを泣きながら言うんだ。もうダメだってそんなのわかってるんだよね。わかってるんだ。木の影がとか、そういうのはその時は気づいてなくてもさ、手首から少し先がもぎ取られたみたいになってるのを見れば、そんなのわかるんだよ。でも、そういった現実は俺には認められないんだよ。だって、俺は仮のビクで神優にサニャを守ってねって言われて、約束してるんだよ。その後、神優の代わりに俺がサニャを守るって誓ってるんだよ。サニャの出来事でショックを受けた一致は、その後数日間の記憶がないそうだ。サニャを守れなかったことを悔やみ、自分を責める一致に、多くのスレミンたちは息を呑む。一致すごいよ。俺と対して年が変わらないのにこんな地獄を生き延びて、しかもそれを記録して誰かに伝えることを考えてるなんて。紛争時のサライボの映像。一致はこんな状況の中、街にいることもままならなかったんだな。貼られた動画はこの紛争真っ只中を捉えた動画だ。生々しい爆撃音や破壊された街が捉えられている。YouTube でボスニア紛争と検索すると当時の様子がたくさん出てくる。興味がある人は、一致の話を聞いた後にぜひ見てほしい。それから1ヶ月か2ヶ月ちょっとは、山の中で生活していたんだ。フォーチャにはもう戻れないから、結構離れた山中で静かにしていたんだ。幸運なことにさ、一緒に脱出した人の中に、ミジュリナからついてきてくれた青年の一人がいて、クス
薬とかを時々歩いて5時間くらいかけたところにあるらしい集落に取りに行ってくれていたんだ。イッチたちがやっとの思いで手に入れた食料は、赤ちゃんを抱えるお母さんに譲り、自分たちで食べるものは自分たちで調達していった。虫や動物など、食べれるものは食べたという。しかも、敵に見つからないように火は起こせないため、生で食べたそうだ。想像を絶する過酷な状況。しかし今からイッチが話すことは虫や葉っぱを食すレベルではない。中には気分が悪くなる人がいるかもしれないのでカットするか悩んだが、これもイッチが伝えたかった内容だ。文面だけを掲載するので、知りたい人は覚悟を持って、一時停止で読んでほしい。現実なんだよな、釣りじゃないんだよな。衝撃的な事実の前では、さすがのスレミンたちも、口数が少なくなっていく。ここからはまた要約してお届けしよう。この時ぐらいからだったと思う。俺も含めて、ソニアやメルビナもあんまり感情を表に表さないようになっていった。そんな生活をして1、2ヶ月経った頃、みんなの体力もかなり落ちていて、このまま生活していても先がないという話になったんだ。それで、本来の目的地だったゴラジュデに向かうことになった。毎日日記はつけていたつもりなんだけど、放射から脱出して数日は記憶がほとんどなかったせいで、正確な日にちはわからない。だけど、おそらく6月に入って数日程度経った頃だったと思う。ゴラジュデイの道のりは、だいたい3日間ほどだったんだ。それでも、体力が落ちていた俺たちには、過酷で辛かった。ああ。ゴラジュデに向かい出して2日目の昼頃、山の中を進んでいくとは言っても、道路とか人の生活圏を完全に避けて通過するのは厳しかったんだ。本来であれば、夜にそういった場所を通過した方が安全なのだけれど、俺たちには体力的にもそんな余裕がなかった。この時は、ちょうど山道を横切る時だった。道の200メートルぐらい手前で、道に銃を持った人間がいるのが見えたんだ。警察か民兵か、それとも軍の兵士なのかは見分けがつかなかった。だけど、そこを通らないと山が越えられなかったんだ。俺たち、というか大人たちは選択に迫られたんだ。このまま気づかれないように進むしかない。だけど、それには大きな障害があったんだ。それは、赤ちゃんだったんだ。姿を隠さなければならない状況で、いつ泣き始めるかわからない赤ちゃん。これまで少ない食べ物を赤ちゃんや幼児に分け与えてきたイッチたちだったので、連れて行かないなんて決断はできなかった。だが、赤ちゃんを抱えた母親は、全員の命を危険にさらせないと自らグループを離れていく。そして二度と会うことはなかった。その後もひたすらにゴラジュデに移動する一行だったが、体力は限界に達し、イッチたち子供は先を行く大人とはぐれてしまう。爆撃音が聞こえている状況に、取り残されたのだ。俺たちは三人だけで、道もわからないのに、進んだんだ。メルビナがさ、もしかしたら、味方が来てする月の兵士をやっつけてるかもって言うんだ。確かに、そうかもって。何かにすがりつかないと前に進めなかった。だから、俺たちは、音がする方に味方がいるって希望を持って、そっちに向かったんだ。でも、それが間違いだった。山と山の間に、少し開けたところがあって、俺たちはそこに出たんだ。あんなに体力が落ちてなければ、疲れていなければ、もっと冷静に考えられたのかもしれない。だけど、この時の俺たちは、子供でそこまで思考能力もなかったし、そして疲れ果てていて、頭が回らなかったんだ。開けた場所の半分くらいまで歩いた時だった。横の道から、振動とともに何かが近づいてくる音がしたんだ。もうさ、前の方からは爆発音とかがしてて、そんなの聞こえないはずなのに、聞き間違いだって思いたかったんだ。だけど、爆発音の合間に、何かが向かってくる音がするんだ。味方かもしれない。でももしする月だったらどうしよう。いろいろ不安と期待があった。俺は怖くて、迷って、そしてその場で止まってたんだ。そしたら、メルビナがとりあえず逃げなきゃって言ってさ、俺はソニアの手を掴みながら全力で前の森というか、山に向かって走ったんだ。それで、なんとか木のところまで来て、よかった、なんとか隠れられたって。そう思ったんだ。それで後ろを振り返ったら、メルビナがいないんだよ。なんでって思ったら、メルビナがさ、メルビナがこんな時にだよ。こんな時に限ってさ、転んじゃってるんだよ。もう近づいてくる音もかなり大きくなっていて、振動もしてきていたんだ。メルビナ早く立ってこっちに来いって叫んだんだ。だけど、メルビナは立たないんだ。いや、立てないんだよ。3日間も、ほとんど寝ないで飲まず食わずで歩いてきたんだ。体力的にも精神的にも、限界なんてとっくに通り越してたんだよ。イッチは必死にメルビナを背負って逃げようとするが、体力がないのは同じ。背負った状態では前に進めなかった。俺はメルビナに大丈夫だから、俺がなんとかするからって言ったんだ。だけど、メルビナがさ、
泣きながら、もういいから、ソニアのところに行って隠れてって言うんだ。そんなことできるわけないじゃないかって怒ったんだ。だけど、メルビナはこのままじゃ見つかるって。今ならまだ間に合うって。今隠れれば、ソニアと俺は助かるって言うんだよ。メルビナは暴れてイッチの背から落ちる。そしてイッチは恐怖心から、ソニアの方へ逃げてしまうのだった。そして戦車がメルビナの近くに止まり、中から出てきたのは、スルツキの兵士だった。ごめん。あんまり細かく書きたくない。ごめん。ここからは8歳の少女に対する、あまりにひどい所要が書かれている。だがこれもイッチが苦しみの中、必死にひねり出した言葉だ。例によって読みたい人は一時停止でお願いします。その場にいたにもかかわらず何もできなかったイッチ。それに対してスレミンからの批判が相次ぎ、ひどい罵声を浴びせる者もいた。弱った8歳の子供が、戦車に乗った大人相手に何ができるというのだろうか。その後メルビナが連れ去られて、ソニアと二人になってしまったイッチ。もう危険な街と化していたゴラジュデを離れ、延々と歩き続けた。歩き続けて何日目かわからないけどさ、小さな川というか湧き水みたいなところがあって、そこで休んでいたら、銃を持った人が駆け寄ってきたんだ。スルプスカの兵士かと思ったけれど、そうじゃなくてさ、ボシュニャチの民兵の人たちだった。それから93年の10月くらいまで、1年半くらいボシュニャチの民兵の人と行動を共にしたんだ。俺はさ、彼らと過ごして1ヶ月ほど経った頃に、俺も戦わせてと頼んだんだ。何でもするって。でもいいって。だから俺も戦わせてって頼んだんだ。投げやりになっていたイッチに対し、兵士たちは優しく諭す。同じことが起きないように、ここで何があったのかを伝えてほしい。辛くても生き抜いて、胸を張って天国で友人たちと会えるようにしなさい。と。彼らと過ごした間、俺はいろんなものを目にした。俺の中で、この時スルツキの人々や軍、警察、民兵は絶対的な悪のような存在になっていたんだ。そして、ボシュニャチは被害者だと。だけど、違ったんだよ。民兵の人たちはさ、スルツキの集落を襲って、食料を奪ったり、スルツキの大人や子供を、害したり、女性を暴行したりしていたんだ。俺はわからなくなっちゃったんだ。何が正しくて、何が間違っているのかとか。何が悪で、何が正義なのか。あんなに被害を受けて、その苦しみを知っているはずの人たちが、同じことを、相手の民族に、人々にするんだ。俺は、なんでそんなことをするの？やめようよって何度も言った。それはやっちゃいけないことだよって。そう言うと、決まって民兵の人は悲しそうな顔をしてさ、そんなのはわかっているんだって。でもこうしないと、自分たちの仲間が同じ目に遭うって。矛盾に気づいているのに、それをしなければいけない状況だったんだ。ボシュニャチもスルツキも、ボシュニャチとフルバツキは最初は味方同士のような感じだったけれど、連携は取れていなくてさ、国内で、つまりヘルツェグイコールボスナではフルバッキの軍や人々によって、ボシュニャチやスルツキの人々が逆、された。一つの民族が、一方的に逆、するのではなく、お互いに民族浄化の応報を繰り広げていたんだ。そして一月、また一月と経つと、ボシュニャチの勢力は絶望的な状況になっていく。イッチたちが拠点にしていた洞窟も、ほとんどの人が遠く離れた町へと行ってしまい、十数人しか残っていない状態となった。拠点に残っている大人は負傷した人ばかり。手分けして看病や水汲みの仕事をするイッチとソニアだったが、水を汲む場所までは、山を下らなきゃいけなくて、子供の足で往復4時間くらいかかるんだ。水を汲んで洞窟の近くまで来た時には、もう辺りは暗くなっていた。ソニアはちゃんと見てるのかなって心配しながら、水汲んできたよって洞窟の中に入ったんだ。だけどさ、洞窟の中に明かりがついてないんだ。もう外は暗くて、洞窟の中も真っ暗なのに、明かりがついてないんだよ。最初はおかしいなって思ったんだ。だけど、ソニア疲れて寝ちゃったのかって。ちゃんと看病しなきゃダメじゃないかって。ソニアちゃんと見ててって言ったでしょって言いながら、スイッチを押したんだ。確かめるのが怖かった。誤解であってくれって。神様どうか誤解であってくださいって祈ったんだ。だけど、洞窟の奥に進んでいくにつれて、真っ暗で何も見えなくても、嗅いだ覚えのある匂いがするんだ。錯覚だって。これは錯覚だって。気のせいだって。でも、うめき声とかもかすかに聞こえてきて、何かが焼ける匂いもしてきてさ、気づいたら両手に抱えていた水の入れ物を落としていた。ソニアの名前を何度も呼んだんだ。ソニアソニアどこにいるのって。隠れないで出てきてよって。だけどソニア全然出てこないし返事しないんだ。どれくらい探してたのかわからない。もう時間の感覚とかもよくわからなくなっていた。気づいたら、洞窟の奥まで来ててさ。壁に手をつきながら探していたら、小さな体に触れたんだ。すぐにわかった。夜になると、いつも一緒にくっつ
つきながら寝てたんだ。すぐにソニアだってわかった。離れてごめんねって。ソニアを置いて水汲みに行ってごめんって言いながら、ソニアを抱き寄せたんだ。そしたら、手に生温かい液体がついてさ、最初は何かわからなかった。でも匂いを嗅いだら、知ってすぐにわかったんだ。慌ててソニア怪我してるの？ソニア大丈夫なの？って聞いたんだ。ソニアはまた小さな声で、うん？って言ったんだ。俺は急いで傷の手当てしなくちゃって思って、洞窟の中は暗くてよく見えないから、ソニアを背負って外に出ることにしたんだ。洞窟の外に出た時は、もう外も真っ暗で、月が綺麗に輝いていたんだ。俺はソニアを草の上に下ろしたんだ。最初は見間違いかと思った。だけど、何回目をこすってもさ、ソニアのお腹から血がいっぱい出てるんだ。シャツでソニアのお腹を押さえたんだけど、全然血が止まらなくて、どうしようどうしよう、誰か来てよって泣きながらソニア大丈夫だよ大丈夫だよって何度も叫んだんだ。ソニアは、もうお腹押さえなくていいって、その代わり手を握ってって言うんだ。もうソニアは手に力が入らないみたいで、俺の手を握り返せないんだ。ソニアの息が少しずつ弱くなって、体が冷たくなっているのに、横でただ泣きながら見ているしかできないんだよ。俺は目の前で起きた現実を受け入れることができなかった。やらなければいけないことはたくさんあったんだ。洞窟の中にはまだ生きている民兵の人がいたんだ。でも俺はソニアのそばから離れることができなかった。イッチの心は耐えられなかった。現実を受け入れるほど強くはなかった。外に出ていた民兵の人も誰も帰ってこず一人ぼっちになったイッチは、それから数日間亡くなったソニアや民兵の人たちと一緒に過ごす。そして何日もかけて木の棒で穴を掘り続け、ソニアたちを埋葬する。最後に自らも命を絶とうとするが、保管していた銃が一切見つからず、力尽きたイッチはソニアのお墓の前で眠りに落ちた。目を覚ましたら、夢の中みたいで、どこかの家のベッドに寝てたんだ。おかしいな、これは夢なのかなって、それとも今までのが夢なのかなって思ってたんだ。そしたら部屋の中に中年ぐらいの女の人が入ってきてさ、何か俺に言いながら、水とか食べ物をくれたんだ。それから少しして、これが夢じゃないってわかってさ。俺は山で倒れていたところを、スルツキの民兵に保護されて、そこから結構離れた民兵の暮らす集落に連れてこられていたんだ。スルツキ民兵の所領を思い出して暴れるイッチ。だがそんなイッチを抱きしめて落ち着かせようとするその家の夫婦。何日も部屋に引きこもって食事も取らずにいたところで、逃げ出せばいいということに気づく。俺はソニアたちのところに戻らなきゃって、あそこに戻らなきゃって思って、山に向かったんだ。途中で、道がわからなくなったりして、なんとか洞窟に着いた時には3日以上経っていたと思う。そして洞窟で2日ほど過ごしたイッチだが、またしてもそこへスルツキの民兵が現れる。だがイッチは、これで撃たれて楽になれると思った。しかし予想に反してスルツキの民兵たちは、イッチを心配して探しに来ていたのだ。そして無言のまま、家にイッチを無理やり連れて帰ったのだった。その後、また同じ家に連れて行かれて、家に入ったら、あの二人が怒りながら俺のことをビンタしたんだ。それから俺のこと、この前よりも強く抱きしめてきて、また暴れようとしたんだけど、力が強くて暴れられなかった。それから知ったことなんだけど、この集落の人たちはもともと民兵じゃなかったんだ。ボシュニャチの民兵に襲われて、村の女の人や男の人、子供も何人か、されたり連れ去られたりして、それで武装してたんだ。俺を世話してくれた夫婦にはさ、俺よりちょっと年上くらいの子供がいたんだ。だけど、彼は襲われた時にボシュニャチの民兵の人に、されてしまっていてさ。その時、漠然とみんなが苦しんでるっていう感じだったものがさ、スルツキの人も苦しんでいるんだ、被害に遭ってるんだ、みんなが辛いんだって確信に変わったんだ。多分だけど、俺がお世話になっていたボシュニャチの民兵の人たちなんだ。この集落を襲ったのはさ、そして同じようなことを他の集落でもやっていたんだ。中には、本当に悪い奴もいて、逆、や暴行、性的、こうをしている人間もいるんだ。それは否定しようがない事実なんだ。そしてスルツキが今回の紛争で大勢のボシュニャチの人々を、してたり、暴行したり、したのも事実なんだ。だけど、彼らもまた、同じような被害に遭ってるんだ。自分たちを守るために、家族を守るために、お互いにお互いを、し合ってるんだ。望んでいるのは、形は異なっていても、同じ平和に暮らすってことなのにさ。でも、昔に起きた逆、や戦争の禍根が未だに残っていて、それがお互いの理解とかそういうのを邪魔するんだ。積もりに積もったものが、阻むんだ。今までの歴史が、彼らに人を、させるんだ。やらなきゃ、やられるって思わせるんだ。かつて友達と過ごすために残ったはずのユーゴスラビアだが、1992年4月を境に逃げ続ける生活へと一転した。一人、また一人と大切な人たちがいなくなり、スルツキを心の底から憎んだイッチ。
皮肉にも最終的にはスルツキの集落に落ち着くことになり、現実を知ることになるのだった。そして彼らと暮らして大体1年2ヶ月ほど経って、1994年の12月になったんだ。1月から停戦になるから、ユウキはサラエボへ行って、そこから国に帰りなさいって言われたんだ。でも、俺はもう嫌だった。というより、これから先、すべてを背負って生きていく自信がなかったんだ。集落を出発する朝、俺を世話してくれた夫婦とか、民兵の人が集まってくれたんだ。だけど、俺はもう無理だって、もう、似たいって思ってさ、頼んだんだ。頼むから俺を、してって。痛くても我慢するから、してって。大切な友達たちもみんないなくなってしまったのに、生きていても辛いって言ったんだよ。そしたら、周りの兵士たちもお世話をしてくれた二人も悲しそうな、少し困ったような顔したんだ。そしてお互いに見つめ合いながら、何かを早口で言ってさ、俺を取り囲んだんだ。俺はソニアたちに、もうすぐそっちに行くよって、心の中でつぶやいたんだ。やっと終われるって思ったんだ。だけどさ、彼らは俺に何かをするわけでもなく、歌を歌い出したんだ。何が起きたかわからなかった。違う国の言葉だし、意味もわからなかったんだ。意味を知ったのは、日本に帰って数年してからだ。歌詞はね。これは、ルイ・アームストロング氏の名曲、What a Wonderful World、この素晴らしき世界、の歌詞である。1967年にリリースされ、今もなお愛されている曲だ。続いてイッチは、この曲の日本語訳を綴る。タイトルにもあるように、なんて素晴らしい世界だろうというフレーズが何度も出てくる。人生を悲観するイッチに対して、ミスマッチのようにも感じられる曲だが、この歌はさ、今の戦争の世界が素晴らしいって言ってるんじゃないんだ。きっと、世界は素晴らしくなるんだ。そうみんなが願い、思えば、素晴らしい世界になるんだって意味なんだ。愛でね、みんな、好きで、してるわけじゃないんだ。そうしないと自分たちの仲間が、子供が、されてしまうからなんだ。そして、相手も同じなんだ。それをお互いに分かっているんだよ。分かっているのに、止められないんだ。泣きながら歌ってるんだ。ボシュニャチやフルバツキを、した民兵たちが泣きながらさ。彼らは好きで、してるわけじゃないんだ。そしてそれが許されない行為だと知っているんだ。知っていながら、どうすることもできないんだ。お互いにね。この曲聴くとなんか知らんけどいつも涙が出てくる。涙止まらないよ。明日はきっといい日だって希望の歌なのね。刺したり、されたりしてる当事者がそう思ってるってのがやるせないな。そして1995年1月、停戦。イッチは無事に首都で父親と再会し、日本へ帰ることができた。この紛争が終結したのは、イッチが脱出した10ヶ月後のことだった。いい人もいれば、悪い人もいる。スルツキが憎い。憎いけど、すべてのスルツキが悪というわけじゃない。どうしたらいいんだ。どうやって生きていけばいいんだ。平穏な日々に戻ってからも、それを悩んでいた。そして、いつの間にかドラガンに責任を押し付け、恨んで、生きていくようになった。それも間違いだった。前に書いた通り、彼は裏切ってなんかいなかった。Facebook で彼の弟を見つけ、コンタクトを送ったら、俺たちが仮のビクで襲われた日に、彼は、されていた。俺たちをかばおうとして、俺たちをかばってくれた仲間を裏切り者として、15年以上も憎んできた、ずっと仲間だって約束したじゃないか。それなのに、その言葉を忘れて、俺が彼を裏切っていたんだ。今までの人生が全て崩れるような感覚に陥って、俺はもう生きていけないと思った。罪悪感だけじゃない。俺には荷が重すぎるんだよ。気づいたら、会社に退職願いを出していた。ちょうどさ、いい機会だったんだ。ドラガンの弟から、サニャとかの家族の現住所も教えてもらえてさ。サニャとかミーユの家族は、全員ではないけれど、生きていたんだ。だから、まずはドラガンのお墓で謝って、そしてドラガンの家族に謝罪して、そして感謝を述べて。それでさ、その後は、カミーユの家族に会いに行って、サニャの家族に、サニャの遺品を渡してさ、すべてを終わらせようと思ったんだ。ただ、ボシュニャチの人との約束の一つ、話を広めるというのは俺にはできなかった。そして、もう時間もなかった。だから、こうしていろいろ考えた末、ビップにスレを立てて、今に至るんだ。このスレは、約束を果たすけじめみたいなものだからさ。読んで何かを感じてくれた人に、ボスニアについてもっと関心を持ってもらえれば、それで俺の役目は果たしたことになると思う。すべてを書き終えた一致に、スレ民たちから質問や励ましの声が投稿されていた。早まるなと引き止める者も多かったが、一致はこのままスレを去ってしまう。が、これで終わりはしなかった。住民たちは一致が去った後も、新スレを立てて保守を続けていた。ユーゴの戦争体験を多くの人に知ってもらいたいという思いから、自分の友人や家族に勧めたという人も現れる。
中には、出版を考えてほしいという人までおり、イッチがまだスレを見ていてくれていないか、スレからイッチ宛にメッセージを送る。すると、最後の書き込みから20日後、イッチが再降臨したのだ。イッチの帰還に湧くスレ民たち。だが結論から言うと、スレの体験談はイッチ本人のものではなかった。これはイッチが留学先で出会った、オーストリアの友人が体験したものだった。それを、どの民族を断罪するわけでもなく、非難や抽象をしないために、脚色して書き記したとのこと。紛争では、物の視点によって考え方や見方が変わってしまう。偏った視点での情報は伝えずに、ユーゴの紛争について、多くの人に伝えたかったのだ。脚色はあれどソニアをはじめとした7名の友人たちは実在し、イッチの語った内容は実話だという。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんは、ユーゴの紛争について、どれだけ知っていましたか？ご紹介したスレをきっかけに、紛争について関心を持っていただけたのではないでしょうか。感想や意見があれば、コメント欄で教えてください。この動画が気に入っていただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。